Hey guys, my name is Moon, and welcome back for more Yakuza 0. So we're going to continue the story, of course, and we're going to start Chapter 5 today. So let's go. Chapter 5. On Honest Living. I think we're going to move on to Kiryu this time, yes. Or we're going back, I mean. それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけど。なあ、そうだな。となると、お前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。ああ、立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話じゃ、札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としても、いくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が街を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。 3 days。 なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだよ。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が堅気の仕事するって？ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッスアルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な肩着に見える服を仕立ててこいとさ。 I mean, looks normal with this outfit though, honestly. お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか？服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な肩着の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。Yeah, if Kiryu removes the chain, it looks normal. 時間どれぐらいあるんだ？そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら、中道通り裏のメンズスーツか。中道アーリー。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。Buy civilian clothes. Where?
Not far though. Can we get a taxi? I mean, not that far, I guess. Oh, there's money. Oh, money doesn't pass though. Oh my god. それにしてもおめえ俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。ちょっとお前余計なお世話だ。ほら別に無難に済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ。He picked one that is safe and boring。きっちり気合の入った敵に仕立ててやるって。いや普通でいいって言ってんだろう。And there are a lot of suits here, bargain suits. 着いたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ。無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが仇ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たく、めんどくせ。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるがラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。お、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。Dude, honestly, it looks more like a Yakuza with this white outfit, though. Right? Yo, これでどうだ、ニシキ。 He's laughing. 何笑ってんだ。いや、やっぱ何着てもまるで肩着に見えねえと思ってよ。お前の見立てた服じゃねえか。わかってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。これでいい。え、おい、いいのか。全然リーマンっぽくなってねえぞ。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか。よし、わかった。そこまで言うなら、そいつは俺のおごりで。兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ。あ？鼻から俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそれ。He was not planning on buying. ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ。立花不動産のなんてやつだっけ。織田だ。キッサールプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。
Okay, Cafe Alps on Nakamichi Street. Very close. Oh yeah, look at Kiryu's outfit here. Dude. All white. Literal Yakuza right here. He doesn't look like a business attire. Maybe if we just went with a suit, right? A tuxedo? Normal? Yeah, even Oda looks normal. Kiryu looks like a Yakuza still. And he's very flashy. Oda. Oda-san. だいたいお前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ。そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか？立場の不動産には。バカ言うなって。 俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ。桐生君。なんだこれ。伊達眼鏡だ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちだだこねんなよ。まあ。 何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず、今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせてる。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうもたちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ？ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。 しょうがねえな。占有屋っつうのは、平たく言いや、立ち退き料を目当てに建物を占拠しちまうやつらのことだ。建物を占拠？ああ。よく借金の方に裁判所で売りに出される。ビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安い。けど、 こいつを競り落とすと、その占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いは、ビルの買い手に出たらめな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。 占有屋はせしめた立ち退き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。それじゃあ、その占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。その時捕まるのはもちろんこっちだけだ。 おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出せねえんだ。確かにな。けど、その金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさん、そろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。 桐生君の名刺だよ。これであんたも立派な立場の不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を図る。あんまり舐めた真似するようなら、きちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。 Anywhere I like. Where's a good to talk business? So I can choose? Table up in front. I can only choose here though. Middle? In the back. Baka, koko wa futari gake no saki da rou ga.
先方が来たらどこに座らせる気だ。You got games though. それとも、お前ずっと立ってるか？止めはしないぞ。他の席にしよう。当然だな。I guess this one.おい待て。What is wrong again? 席の入り口の近くじゃダメだ。他の客が出入りして落ち着かないだろう。これから仕事の話すんだから、こういう時はもう少し奥の席にすんだよ。わかった。もう俺の教育は始まってんだからな。気抜くなよ。Okay, keep failing though.This one, I suppose. This looks as good as any. よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。Take the farthest or nearest? Is it nearest? さすがに下坂上座くらいは知っていた。It's correct. We got it.偉そうに奥に座りやがったらどうしようかと思ってたところだ。上下関係を重視するのは極道も同じだ。誰がどこに座るとか常に気ぃつけてねえとぶん殴られるだけじゃ済まないからな。経験が生きたってところか。その調子で気抜かずやってくれよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだな。I'm sorry. Okay, I was muted. What do we need to order? Coffee? Beer? Nothing. いや、今は何もいらない。注文はまた後で頼む。かしこまりました。ほう。なんだ？ Is it correct?何か文句でもあんのか？いやいや、見直したよ。俺はてっきりお前が先に注文するんじゃないかって思ってたもんだからさ。客を待ちながら優雅にコーヒーすすろうなんてマナー違反やらかしやがったらぶん殴ってるところだったよ。だがそこは元ヤクザってだけのことはある。礼儀に関しちゃ厳しくしつけられてるんだな。おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。Okay, it's this guy. どうも、山野井さん。お久しぶりです。山野井？ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。Oh, okay, and your... 立花不動産の My controller was in the table. I nearly missed that. Okay. いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃ、その先の取引にはつながらないからな。だが、残念。名刺が逆さまだ。Oh, it's upside down now.ま、初めてにしちゃ上出来だ。大目に見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど。お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ。占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。
そいつから立ち退き料の要求はありましたか？まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして、私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか？もちろんです。時に山野井さん、戦友屋への立ち退き料いくらまでと考えてます？早いとこ済ませたいですし、そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか？それはまあ、安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください、うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやこいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。ヤクザオタク？時々ヤクザになりきっちゃあえつに言ってるんですよな、桐生くん。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか？もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか？いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに？天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな、桐生くん。ああ、話は分かったな。要するに戦友屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。戦友屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか？そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たって桐生君、君に最初の任務をやろう。 Your first mission。 なんだ？ひとっ走り菓子より買ってきてくれ。Confectionary gift box？ 相手が戦友屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子より買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。ああ。Okay, he said the Sugita building was in Tenkaichi Street. Can't say the name rings any bells though. That whole area is Dojima family turf, so I know it pretty well, but I don't remember any place like that. Might be tucked away on one of the smaller streets off Tenkaichi. I'll have a look once I got this gift box. Okay, here. Confection gift box. We got it. Let's go. Yo, Kiryu-kun. Okay. Chanto kashiyori wa katte kita ka? Yes. Ah. Kore de ii n daro. Yoshi. Sasuga ni kore kurai wa yatte kurenake na. De, koko ga mondai no Sugita biru da.ここに戦友屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。 Let's go。 ああ、お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。
この部屋らしいな。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれ、つまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。 Jesus, look at this place. A lot of booze. ああ、汚ねえな。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち抜くの大変じゃないですか？立ち抜く？なんだよそれ。俺は立ち抜く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。固いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って、てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいや。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラが、でけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ、不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ、辻さん。辻さん、We're gonna beat him up now or later? Maybe later. ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。True. 仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体、あの辻って占有屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手？バックにいるヤクザか。ああ、結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたらあとはさっさと話進めようってことになる。なんだこいつらは。鈍いねえ、キリュウ君。本物の交渉相手だろう。早速反応があったってことだ。おたくらが立花不動産って人たち、山野井さんの代理だって聞いたけど。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの占有屋に困ってるんでしょ。ええ、まあね。それ。うちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？
話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところか。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょう。700万って良心的だと思わない？ほんの少し部屋に座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だろ。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。おだ、あんた花からこういう筋書きだったのか。まあね。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。し、素人、余計な手間かけさせやがる。この手間賃も仲介料に上乗せするぜ。ふん、その手間賃ってのはいくらだ？300万。 3 million. 合わせて1000万だ。 I better just beat you up. Squatters. Jesus, Kiryu. Oh, tag team. Oh, knee to the face. That was nice, though. Kiryu and Oda. Demera, konna mane shite tada de sumu to omou na.その面覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ？登場会太平一家だ。太平一家、あいつの組か。お、oh, it's Riki Takeuchi's voice. 堂島組若頭阿波の、yes. 阿波の弘樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。夜によって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの？お、is this a squatter? Okay, he's here. 戦友やろ、辻さんよ。Juji さん、yes. はい。まだそのビルに居座るつもりなら。さっきの話の続きするかい？いや、そのあんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ一人で頑張る気？いえ、めっそうもない。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすかわかんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部橘社長から教わったやり方だよ。ま、
最初の仕事にしては上出来か。どう？極道やるよりよっぽど楽しかったろう。仇の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。お前もしかして殻の一粒手に入れたら極道に戻る気か？そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それよりこの後はどうする？ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山の井のじいさんに報告頼む。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ？何の店だ？ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおごりだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。わかった。それじゃまた後でな。Okay, where do we head now? Macabold. I can actually bowl here? Do I want to do bowling? Yes. Be nice though, right? Let us see. Or is it just an alley? Shut up. Yeah, I'm annoyed at Mock Bowl just up ahead. Toadie, his name is Toadie.自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。いい加減次は落ちるだろう。山の井さんいなくなればあのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれている設楽さんのものになったも同然ですからね。まあそうなるな。これでファイブビリオネアの他の連中にもでかい顔ができるってもいい。Five billionaires. Leisure King, five billionaires. What? Leisure King? おっと。Oh, he is the Leisure King. I didn't notice. Okay. 何突っ立ってやがる。まあまあいいじゃねえか。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。さっき殴り疲れちまったからな。それに俺って器が広いからよ。見逃してやるよ兄ちゃん。金持ち喧嘩せずっていうしな。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな。もう二度と俺の前に立つんだよねえぞ。Let's roll. おい、行こうぜ。はい。Who the hell was that? His little pet called him the Leisure King with a straight face. His little pet. Okay, they definitely mentioned Yamanoid, though, and I don't like what I heard. I'll need to check up on him right away.Can we actually play bowling here? Yamanoi-san. Is he injured? Oi, shikkari shiro! Kiryu-san. Onegai shite ita shigoto wa katazukimashita ka? Ah, sonna koto yori daijoubu ka?病院へ行くか。いえ、大丈夫です。過ぎたビルまでよろしいですか。わかった。
すみませんね。ありがとうございました。専用屋の件も無事片付けてくれたみたいで。いや、それは別に構わん。それより大丈夫なんか？ええ、おかげさまで。大した傷じゃないですよ。あいててて。しかし、一体どうしたというんだ？実は、うちを潰そうとしている連中がいましてね。そいつらの要求を断り続けていたら、やられちゃって。あんたを潰そうとしている連中？もしかして、娯楽王とかなんとかいうやつらか？え、キリュウさん、どうしてそれを？さっき、向かう途中で絡まれてな。山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだあの娯楽王ってのは？娯楽王？パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。ファイブビリオネアの一人と言われています。 One of the five billionaires. ビリオネア。今、カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五人の億万長者の総称です。娯楽王の他にも、風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちが、カムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と、金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか、知らなかった。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしているというわけです。私も多少ですが、この辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有する物件ということか。しかし、なぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだ？つまるところ、金儲けです。マネーゲームを楽しむためですよ。現在の異常なまでの景気で、物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさにうちでの小槌です。東洋一の歓楽街カムロ町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を何としても手に入れたい。物件を駒扱いか。だがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。もちろん。だが彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々やカモロ町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。私は何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っている。その時、カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。私も長くこの町と共に生きてきた男、カムロ町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんて、たまったもんじゃないぜ。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だが
ファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、なんとかならんもんなのか。ん？一つだけ方法があります。なんだそれは。キリュウさん、あなただ。お、何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決する力もある。戦友屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上、できる限りの協力はさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のイロハを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれ、このまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。え？あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず、風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた一体どうしてそれを。誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花が。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上で、あなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまり、さっきの話は全部立花も承知の上ってことか。ええ、立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。あんた風間のおやっさんのことを知っているような口ぶりだが、どういう関係なんだ。昔ちょっとね、詳しくは言えないが、一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとした、しかし綺麗な目をしている男になら、私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。うん、お願いできませんか、桐生さん。今の神室町にはあなたのような男が必要なんです。わかった、そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう。ただ失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん、一つよろしくお願いしますよ、桐生さん。桐生さん。Okay, right, and no time like the present. Let's get you up to speed on the basics of our business. But it's a bit distracting with the police in such shambles. I'll call my secretary to help me straighten up. Secretary? Didn't know you had one, though. Oh, yes. I'll introduce you later. She's quite the charmer, and I think you'll agree, Kiryu-san. So, can I ask you to step out for a bit while I get the office put together? It shouldn't take too long. Alright. Okay, let's try this bowling. いらっしゃいませ. This character, very,
Very familiar. Why, oh why? Challenge the staff. Would you play with me? With pleasure. That'll be 500 yen. Got it. Why is her face so familiar though? Okay, let's play. Give me the name. Give me a name. Is it Emily? I don't know. Okay, position ball, auto spin, direction power. Okay, let's try it. What? Lush leaf. Okay, I'm not doing this. Someone is controlling this. Huh. Dude, I did not click this. Okay, is it my turn now? Or is it tutorial turn? It is Emery. Emily. No, I said Emery. Emily. Emery. Emery. Oh. Something. Go. Oh! Strike. Yosh. Yes. Yosh. Is there maybe Emery Okizaki? Something like that? What the hell is this? Dude, you're gonna fall out. Are you stupid? Dikimi sugi daze. Only three though. I mean, it's her again. It's still her turn though. How do you play bowling anyway? I haven't played this one in my life. So you get two tries to knock out all the pins, is that it? Hundred, okay. Strike again. Oh my god, what is wrong with you, Emery? What is wrong with you? She's literally throwing it to the out of bounds. Look at this. What is this? She's not pretending anymore, man. What are you doing? Oh my god. My bad. Spin it. Strike. Oh hell no. One more. Oh, are you serious, dude? Oh, hell no. I get three tries, I think, right? Yeah, there's one more. What? Tell me she's gonna get a strike here. Always trying to hit the pins on the left side. He's always like that. Okay, literally no power here for some reason. どうした? Emery, I defeated you. Do we even get anything from defeating you? Wow, your bowling form is exquisite.
You think so? It really is. The angle of your bottom when you release the ball is optimal. Where did you learn to play like that? Yeah. I'm self-taught, yes. No way. Just amazing. You know how to position your body to the best effect? Mm-hmm. Your perform? It's really delightful. Oh, I'm sorry. It's just that I kind of have a bowling fetish from when I see someone with good form. I sort of forget myself. I see. I guess this job is perfect for you then. Hi. Yes, I think so too. My name is Emery, by the way. I hope to see you more often. You have to become a regular, okay? Hmm. Yes, maybe I will. Nice to meet you. I need to increase my friendship with her? Hmm. Oh, someone calling me though. Okay, we need to go back. Let's go. Okay, we're here. Wait. No, no, no. Here, here. Okay. Kiryu-san. Hmm? I'm Marina, Yamanoi-san's secretary. Why are they all so familiar to Marina? I look forward to working with you. Right. Kiryu, good to meet you. What do you think, Kiryu-san? The place looks great, doesn't it? Yeah, it's incredible, honestly. Look at this place, so different now. Okay, the hideout. I can use this one? Now, how about I walk you through some business basics? Sure. Sounds good. Okay, in that case, let my secretary take it from here. Okay, there's a lot to remember, but if you forget anything, you can ask me anytime. For now, I'll walk you through the whole process once. Okay, managing your business. Is this actually good to do, though? I'll see first. But yeah, we'll try to learn it. If it's okay, then maybe we'll do it in the videos. Or in the Let's Play, I mean. Leisure King. I don't know if I'm interested in this one, but I'll see. Okay, I think that about covers it. Did you follow all of that? I think so. Okay, then let's get to it. Please give the order to begin the collections for our current property holdings. Why? Leisure King area. Okay, do I... We're here? No, no, start collection. Yes. Rank up. We have an advisor here. Then what? You give it collections order like a pro. Now you just need to relax for a bit and that cash will come flowing in. And Yamanoi-san left some funds to serve as your initial operating capital. I'll give that to you now. 15 million? Okay, this is a fortune. Are you sure? Of course. The nest egg and Yurikaze down on the first floor of this building are my little send-off to you, so please use them with my blessing. Though relying on a single shop's profit is putting a lot of eggs in one basket, why not buy another with that cash? If you want a solid starter, I'd recommend Sukiyaki Muranaka on Tenkaichi Street. It's a pretty popular spot, but it's still a comparatively affordable acquisition. Alright, I'll go have a look. What, so I actually need to go there or we can buy it from here? Okay, I need to go there. Okay. Okay, it's right here though. Very close.
This one. Sukiyaki Muranaka. It's the main outpost of an old school sukiyaki restaurant. They're always booked solid with reservations. So what should I do? Purchase it. Yes. That's a lot of money. 15 million. Okay, then I would just return. Okay. Ooh, welcome back. Looks like you acquired a new property. Also, those collections you ordered are in, and the money is ready and waiting for you. Okay. Open up payout ready. Yes. Then what? Okay, looks like those profits are in, and this is exactly when you need to keep a watch for one of the 5 billionaires, speaking of money battle. If you lose in the money battle, you lose ownership of the property, so be sure that you always appoint a manager. Right, got it. It's definitely a lot to keep in your head, though. True. I'm sure you'll have it soon, Kiryu-san. Basically, you want to expand your holdings, grow those properties, and enhance your personal roster that will build your share and earn you greater profits. The bigger we get by repeating the price, the closer we'll be to shutting down the 5 billionaires. Right, I'm on it. One other thing, I'm leaving it up to you to how to spend any profits and operating capital. In this line of work, you end up spending money in all sorts of ways. Invest wisely, that includes investing in yourself. I don't see how I'm going to spend this much money anytime soon, but thanks. I'll use it well. I hope. I trust that you will, Mr. President. Wait, I don't remember becoming president. No, but as a secretary, it just feels natural to call the one making all the business calls the president. Doesn't that feel really secretary-ish to you? Does it? I wouldn't really know, but Yamanoi-san's the president here, isn't he? Well, yes, officially, but what's the harm if Marina-san wants to call you that? I say let her. This is actually my first gig as a secretary, so I'm eager to be as secretary-ish as possible. Oh, you're the first timer too, or at this. What did you used to do before Yamanoi-san hired you? That's a big juicy seat. Oh, hell no. Hell no. I know what she did. Probably when we finished this whole with this one, we'll get a video of her for sure. Yeah? Okay then, I don't really care what you call me, so knock yourself out. Then, let's aim for the top here, Mr. President. Right. She seems capable enough, but she's a little odd. I see a lot of headaches in my future. Well, I agree to do this, so I'm going all in. Marina. Okay. What is this? Why are there a lot of people here? Familiar looking man. Queen Ayumu's that summer dungeon. Oh, the dominatrix. Was this the guy? The masochist man. Big enslaved. I see. Okay, thanks for your help at the playroom the other day. Since that day, Ayu-sama has reached a whole level as a dominatrix. Perhaps it's thanks to you. That's great. There are no words to express my humblest gratitude to you. So instead of words, I would like to thank you with deeds. Deeds? The word on the street is that you're running a business. Oh, so I guess we can recruit them now. Okay. I see. So when we do sub stories, we can get them to join us. This guy, yes, the director, producer, Kiryu. Director spinning. Are you gonna join us? Yes. Okay, join us then, sir. Manager. Oh, he's 5-star though. Look at him. This guy? Who's this guy again? Monmon deal. Oh yeah, the password one, I remember. Okay, it's the guy. Liu Liang.
So this is the only guys that I have? 4-star. So only this? No one else? Oh, they're here. Yeah, this guy. Crazy Kyo. The Yokomichi Silver. Yes, the fake, I'm gonna call it again. Yankee. Yeah. Hmm. 2-star. Only 2-star though. Anywhere? Anyone else? Oh, this girl, the panty one, Sachiko. Sachiko, the Burusera girl. Yes, the Burusera. I remember. Burusera. Please don't call me that anymore. Yes. It's nice though, right? Seeing these characters that we did sub stories with and they're joining us now. Very nice. Okay, is there anyone else here? I guess this one is the last one, though. No, it's a different one. He's giving out pocket tissues. I guess this one for now. So, yes, we will end our episode. There's a lot of things that happen in this very heavy dialogue chapter, right? But yeah, I think it's pretty much an introduction to another side content, I suppose, right? So, we had sub-stories, and now we have this one. I'll see if we'll do this. I'll see. If we'll do this in the video, I mean. This might be like super, I mean, it might be fun, but in a video, it might be super boring because it's just pretty much you're doing the same things, right? I'll check it out first. I'm not sure if we can, if I'll do this in the video as maybe, no promises yet. But next episode, I guess we'll just check some other sub stories that we unlock for Kiryu here. And we'll see where we go from there. So anyways, we'll do more Yakuza 0 in the next one. So I'll just see you then, guys. Bye-bye.